何なんだよあれ。何か降りてくる。やいやいやい、なんだってめら、ここを帝国歌劇団の本拠地、大帝国劇場だと分かってんのか。なんとか言ったらどうなんだ。あそこ、ん、もう一人いる。また変な奴が降りてきたわね。一体何なのかしら。これは無粋をいたしました。どうかご容赦ください。あなたは。私の名はバレリー・カミンスキー、モスクワ歌劇団の隊長をしております。あ、以後お見知りおきを、美しいお嬢さん。どうぞ。これはどうも。うん、おいしい紅茶ですが、ジャムはないのですか。え、ジャムですか。私の祖国ロシアでは紅茶と一緒にジャムをいただくんですが、ないなら仕方ないですね。あの、うん、何でしょう。モスクワ歌劇団は壊滅したとお聞きしていたのですが。あの日、我々は世界歌劇団連盟から特命を受け、ペトログラード郊外で一人の新入隊員の少女を迎え入れるはずだった。しかし、その合流地点に向かう途中、謎の敵から攻撃を受け、乗っていた空中戦艦は轟沈したのです。幸い死者は出ませんでしたが、モスクワ歌劇団は多大なダメージを受け、彼女たちもひどい火傷をたため、このような姿に。しかし彼女たちは不死鳥のようによみがえったのです。私が新隊長として率いる新生モスクワ歌劇団の一員として。新生モスクワ歌劇団。お話は分かりました。それでどのような要件でいらしたのでしょう。事前の連絡もなく、あんなデカブツで帝劇に乗りつけるた、ことと次第によっちゃ容赦しないぜ。我々は我々の家族を迎えに来たのです。家族？なんだよ。おい。クララ。おい、怖がってんじゃねえか。レイラ。
帰るわよ、クラーラ。あなたは忘れたというの？この私を。お待ちください。彼女は今一時的に記憶を失っています。記憶を？ええ、事故以前のことはほとんど何も。そうですか。ではその治療も含め私どもで引き受けましょう。レイラ。待ってください。何のつもり？今クラーラは劣気とした帝国歌劇団の一員です。いきなり連れていくというのはちょっと。所属を理由に断るというのですか？それは無理な話ですよ、お嬢さん。正式には今も彼女はモスクワ歌劇団の所属なのですからね。うちの隊員がお世話になったことには感謝しましょう。しかしそれもこれまでです。ちょっと。さあ来なさい。ネユット。引き分けなさい、クラーラ。何のつもり？気に食わねえ。今なんと。嫌がってるものを無理やりに連れて行くのは気に食わねえって言ってんだ。確かに渡せと言われてはいどうぞというわけにはいかないわね。里の掟48条、助けを求める者を捨ておくな。ですよね、さくらさん。はい。みんな、では実力を持って奪還するまでです。面白い。できるもんならやってみな。どうしました？それがあなたの全力ですか？なめるんじゃねえ。おやめなさい。歌劇団は高魔の脅威から市民を守るための組織。いがみ合うのは愚の骨頂です。先ほども言ったように正当性は我々にあります。どうです、ここは素直に彼女を引き渡してもらえませんか？それはお断りします。雨宮さん、私たちは隊長からクラーラの新しい家族になるように言われています。隊長の命令なく引き渡すわけにはいきません。隊長命令ですか？ではその隊長さんはどこに？任務で欧州へ行っています。帰国予定は？未定です。それは困りましたね。じゃあ。何の騒ぎです？スミレ様。おお、これはこれは、元花組のトップスターにして高魔から帝都を救った英雄、神崎スミレさんではありませんか。相変わらずお美しい。あ、お、さくらの時と数が違う。格の違いというやつね。これは極寒の地でいてついた私の心をあなたの美貌が温めてくれた、そのほんのお礼です。そう、じゃあありがたくいただきますわ。ではあなたはクラーラの引き渡しを求めてわざわざ帝都までいらしたと？その通りです。残念ですがそれはできませんわ。なぜです？隊の運用は隊長である神山に一任しております。総司令であろうと人事に口出しはしない方針ですの。しゃそうですか。それでは正式な引き渡し命令を用意するしかありませんね。我々が健在であることは世界歌劇団連盟も承知しています。いずれ連盟から通達があるでしょう。その時にまたお会いしましょう、美しい人。
君の妹にも困ったものですね。申し訳ありません。まあいいでしょう。クラーラがいるべき場所はここを置いて他にないのです。いずれ彼女は取り戻します。そしてその時こそ我らの悲願が成就する時なのです。カミンスキー様。何ですか？本当に世界歌劇団連盟からの命令が届くのをお待ちになるおつもりですか？ねえ、今の段階でことを荒立てるのは得策ではありませんからね。とはいえ、ただ待っているだけでは面白くありませんね。先ほど連盟本部から連絡があり、カミンスキーが率いていた部隊はモスクワ歌劇団だと確認できました。では、彼らの主張が連盟からの正式なものであればクラーラを引き渡さざるを得ませんわ。マジかよ。帝国歌劇団といっても世界歌劇団の一部ですからね。しかし我々が受けたクラーラ遺跡の事例も正式なもの。確認が取れるまではクラーラを引き渡すことはしませんわ。スミレさん。クラーラ、どうしたの？クラーラ、この感じ来る。ん？どうしたんだ？何事です？スミレ様、コーマです。コーマが現れました。上陸したコーマは1体。現在晴海通りを銀座に向けて移動中です。まっすぐこちらに向かっています。雨宮隊長代理、コーマを銀座に入れるわけにはいきません。何としても食い止めなさい。はい。相手は1体だけ。落ち着いて対処すれば大丈夫よ。その通りだ。ビビってんなら私が先に行くぜ。待って、ハツホ、一人で飛び出したら危険よ。今日は虫の居所が悪いんだ。うっぷん荒らさせてもらうよ。ラリ早い。ハツホ、後ろ。ハツホ、あのコーマ大きいだけでなくとんでもなく速いわ。ハト、早く立って。くっそ、今のでどこか行かれちまった。行動不能だ。ええ、どう、サクラ、サクラ援護します。ハト、大丈夫？私は平気だけど。機体の方は大したことなさそうだ。蒸気配管の一部に亀裂が入ったようだが、予備に切り替えれば問題ない。雨宮さん、聞こえて。はい。
コーマが銀座方面へ前進を再開したわ。現在地を勝ち時橋を渡られたら銀座は目と鼻の先。帝国歌劇団花組の諸君、聞こえますか？見たところ苦戦しているようですが、どうです？よろしければ手をお貸ししますが、幸い現場は我々のいる位置から近いようですし。余計なお世話だ。デートの防衛によその歌劇団の手を借りたとあっちゃ、帝国歌劇団の名俺だからね。偏狂な縄張り意識にとらわれている場合ではないと思いますが。天宮さんでしたか。隊長代理の意見はどうですか？助立ちは無用です。よく言った、さくら。そうですか。では必要となったら遠慮なくお呼びください。モスクワ歌劇団はいつでも出撃できますから。聞きましたね、皆さん。帝都を守るのが私たち帝国歌劇団の使命です。これより勝どき橋を最終防衛線に設定。何としてもこの橋を死守します。了解。まっすぐに銀座を、いえ、ここ大帝国劇場を目指している。必ずここで仕留めるわよ、ハツホ。ああ、分かってる。今度こそあのコーマを。違うの。の？もう一人で飛び出したりしないで、ちゃんとみんなと歩調を合わせて。それは隊長代理としての命令かい？何言ってるの？あ、いや、悪い。ハツホ。神山は、サクラを隊長代理に指名した。私じゃなくてサクラ。嫉妬なんて私らしくないけど。悪いね、さくら。やっぱお前一人にいい格好させとくわけにはいかないんだよ。あっ、どうして？悩んでいても仕方ないわ。こうなった以上、ハツオを中心とした攻撃体制を整えましょう。そうですね。私は後方から支援します。いつでも行ける。よし、みんな行こう。この程度ですか？何？モスクワ歌劇団の実力、その目で見るといい。
帝国歌劇団も落ちたものですね。何のご用ですの？いえ、少々お見舞いをと思いましてね。それと一つ忠告を。コーマはまた現れます。クラーラがこの町にいる限りきっとまた。それはどういう意味でしょう？さて、我々はいつでもクラーラを歓迎します。ご連絡をお待ちしていますよ、美しい人。私たちで帝都クラーラを守るって決めたのに。さくら、何やってんだ。私はちくしゅちくしゅかなたの春花咲きウォール夢の中、凍えてしまったあなたの心、解きほぐすことができるのなら、恐れるものなどないのです。子供の頃、あたしらはよく一緒に遊んでたよね。覚えてるか？あたしんちの神社で一緒に見た古い桜の木のこと。ちっ、感傷的になっちまった。次回、新桜大戦第4話、友情満開、千年桜、大正桜にロマンの嵐。